ントは、7つのノーマルミッション、7つのプレミアミッションを設定し、ノーマルミッションの全てかプレミアミッションを1つ、どちらかをクリアするまでひたすら打ち続けるというバカな企画。今回は魔法少女マドカマギカに満回転が挑戦します。全部を達成する必要があるノーマルミッションは以上の7つ。プレミアミッションはこちらです。それでは実戦の様子を見ていきましょう。Thank you.
疲れ様です。お疲れ様でした。今日は窓マギミッション達成したんですけどね。そうですね、達成したんですけども、正直めちゃくちゃ消化不良です。どの辺が消化不良ですか？いやね、前半めちゃくちゃ楽しかったんですよ。はいはい、ボーナス引いてどん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 悪く入って、そうです、無表って感じで俺楽しんでたんだけど、でミッションのボーナス3種で、はい、ビッグジュニアのホームラン揃いを引くと、はい、それをポンポンと達成して、これはいけるやろ、はい、で何より僕は窓マギ大好きなので、知ってます、すごいノリノリだったんですよ、ね、それがまあ後半あまり見どころない感じになってしまい、まあ、正直もう一日打てるなと、これもう一日打てるなと思って、はい、ラッキーぐらいに思ってたらまさかの汚れ解放からの裏ボーナス、はいはいはい、プレミアミッションの方を達成してしまいまして、はいはい、一応ミッション的にはクリアなんですけど、はい、もう一回打たせてくれます。何言ってんすか。ダメに決まってるじゃないですか。違う台行ってください。なんでよ、なんでよ、いいじゃん。じゃあ窓マギはまた別の機会に打ってください。違う台のミッションやってください。ちょっと待って、みんながみんなノスタルジアさんみたいにね、いい環境のスローゲーセンがあるわけじゃないんですよ、はいはい、やらしてくださいよ。いや、他の打ちたい人にも譲ってあげてくださいよ。そうか、そうか、それはその通りだね。わかりました。なんかちょっともう別の機会の企画を頑張って考えますので、そしたらまた打ってください。はい、はいはい、楽しくなるような企画をね、はいはい、皆さんからもいろいろご意見をいただければと思ってます。どんどんチャンネルにコメントいただければ嬉しいです。とりあえずやだなこれ。お疲れ様でした。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございました。いや、チャンスが横浜やろみたいな意味よね。